ここからは株式会社松沢プレゼンツアルティビをお届けします。はい、皆さん今シーズンも始まりました。よろしくお願いします。今シーズンからスポンサーさんがね、はい、松沢さんに変わってこれ、ね、そうなんです。無理なところを見てもらったらね、僕の服もリニューアルしますので。そうですか、ね、このマイクとかこの岡持ちのね、前の部分とかも全部リニューアルしてるんで、はい、今シーズンは株式会社松沢さんプレゼンツ、はい、アルミン TV でやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあやっていこう。はい、はい、開幕戦ですガチャさん。いやーほら晴れてきた。本当だ。朝日も積もってたんですけど、アカデミーの子供たちも含めて、うん、みんなでまた一回でやってくれて、まあ、それで、はい、この状況を作ったんでね、もうすごいいい試合になるでしょう。そうですね。では早速ですけども、開幕してから2節目前節を振り返ってみましょう。はいはい、琉球戦でした。ご覧の通り2対2のドロー。そうですね、まあ、ラストプレーで追いついた形で、はい、まあ、ゼロだったものを1詰めたっていうことはすごいポジティブなことだと思うし、もちろん勝ちたかったのは当たり前だけど、うん、その知ってる部分とかも、まあ、改善点あるけど、鬼門の地、琉球で結構防御されてるイメージがいいんで、うん、そこで勝ち点1を劇的に取れたっていうのはすごい良かったと思うんで、これを今日にね伝わると思うんでね。そうですね、これ楽しみですね。はい、まあ、追いついたというのは何より力強い、ね、結果になるかと思いますので。そうです。では今シーズンもあのコーナー行ってみますか。行きましょう。よかったし、次に伝わるプレーをピックアップするガチャの目後ろレンジャー来ました。はい、はい、まずもこのキックオフからのすぐのシーン、やっぱり 最初にゴールに迫ったっていうのは良かったと思うし、うん、まあ、決めたかったけど、やっぱりいろんな選手がね、このロングボールに反応して、安藤選手が頭を通して、最後浅川選手でしたけど、はい、あのやっぱりこの立ち上がりからこのゴールに向かうステートで見れたんで良かったし、そこからは、50分のシーンですね、先制点のシーンかな。ここでしっかりと安永選手の落としをブラックの選手が決める。いやー綺麗です。やっぱりここもね、一回クリアされてるけど、この落ち着いたアシストからこの素晴らしいゴール、うん、いろんな選手がこのコーナーに関わってますし、はい、やっぱりこういう手元の位置に下げて非常に良かったなと思います。でここからは守備のシーン、神田翔の2本、これは1本目あえてシュートを外したかのように見えるけど、やっぱり彼の寄せ、スペースを消す動き、うん、これで相手をシュートミスしたと思うんで、はい、これは神田翔馬選手の大成、うん、でこれ85分も絶対絶命の、これも1対1しっかりとボールを見て止まって止まって、ここで体が当てる、もう彼も救われましたね。素晴らしい、まあ、本当にこういうアカデミー出身の選手がね、うん、活躍することで盛り上がると思うんで、はい、今日の試合は彼が活躍することがないように期待したいですけど、はいはい、最後の守護神彼がやるよって。ステラス最後ラストプレー、小野村選手のシューティング見事ですね。そう、やっぱりあの高橋さんがやっぱり背中だいぶ小野村選手が入ったりすると強くでもあるんで、うん、はい、そこはちょっとオプションとして今日見れるかなというふうに思います。はい、はい、ではですね、まあ、あの勝敗の状態を確認する上でもリーグ戦の順位を見てみましょう。まあ、まだ1試合なんで、はい、まあ、まず今日勝つことでやっぱり開幕ラッシュ成功と言えると思うんで、うん、やっぱり勝ち点3積んで、やっぱ上についていくことっていうのは大事かなと思いますね。確かに、はい、さあ、そして今日の対戦相手は YSCC 横浜です。はい、さあ YSCC 横浜のサポーターの皆さん、 YSCC 横浜ファンサポーターの皆さん、ようこそサップロアドミーへお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、もうルヴァンカップも見と倒してるんで、そうなんですね、意気揚々と入ってきてますからね、勢いも感じますけれども、はい、さあ、おばあちゃんさん、YCC 横浜、今年のチーム、どういうふうに、そうですね、開幕戦も強豪タイム相手に引き分けてますし、やっぱりこの水曜日ですね、ルヴァンカップで J2 の水戸に勝ったというところで、自信と勢いを持って入ってきてると思います、はい、まあ、メンバー多少変わってますけど、やっぱりそこら辺は中2日、中2日で。山内さんは試合してるんで、うん、ターンオーバー使ってきたなっていうのもありますけど、やっぱり出る選手にしたらチャンスなんで、すごい働きがなくやってくると思うし、ワイヤスからすると、このアルミン TH はすごい相性のいいスタジアムだと思うんで、うん、それを今年止めなきゃいけない、はい、っていうのも含めて、侮れない相手、強敵だなと思いますね。はい、はい、そうですね。じゃあ、その中でも特に要注意選手を挙げるとすると、そうですね、まず今シーズンに復活するわけです、背番号10番の山本選手。あ、
まあ、昨シーズンやっぱり、まあ、病気があったりして、やっぱりシーズン思うように駆け抜けられなかったっていうところで、強い気持ちで絶対今シーズンに向けてね、やってきてると思いますし、前節で初スタメンも飾っていて、やっぱり彼連続のところでボールが落ち着いたり、攻撃のところにスイッチが入ったりっていうところがあるんで、リズムを作る選手だと思うんでね、そこは気をつけないといけないなと思います。はい、ではもう一人挙げるとすると、16番の児玉選手から守護神、はい、ゴールキーパー、本当に自信をつけて、昨シーズン37試合、はい、出て自信をつけてきたと思うんで、彼が一発止めて乗ってくると厄介なんで、その感情をいかに崩すかっていうのは、すごい大事だと思うし、シュートストップがあったり、すごいもあるんで、そこの感情をね、崩してほしいと思います。はい、それではファイナル松本山 FC の今日の登録メンバーをチェックしていきましょう。まあ、このメンバーでいきますよ、北海道くん。背番号1、大内一成。背番号4、高橋翔平。背番号5、時田正人。背番号6、山口和真。背番号7、川上和明。背番号8、隅田翔。背番号11、浅川隼人。背番号14、安藤翼。背番号15、山本康介。背番号17、山本龍平。背番号22、佐藤和明。背番号23、滝雄太。背番号30、国分龍二。背番号35、神田翔馬。背番号40、樋口大輝。背番号41、村越海岸。背番号44、野々村貴人。背番号46、安永レオ。以上のメンバーとなります。今シーズンからカタカナ表記になってんね。え、ちょっと僕もびっくりしましたけど、ね、俺も書けるような文字でしたけど、いやいやいや、味がありますよ。さあどうでしょう、ファッションね。まあでもこのメンバーね、この試合に組んで、うん、やっぱりあの最初から出る人、途中から出る人、ワンストリーになってね、達成さん、つかまらん男子、ホーム開幕戦、なかなか勝ってないこと多いし、そうですね、今日勝ちます。じゃあ勝利のポイントを一つ挙げてみると、勝利のポイントはもう相手どうこうじゃない、自分たちのチャンスでやってきたサッカーを出せるかどうか、もうこれにつきます、うん、ハードワーク、相手が厳しくくれる、それはまあハードワーク、で連携、もうすごいものがあるんで、あとはチャンスが決めきるかどうか、こういうところを含めて今日やってくれたら嬉しいです。はいはい、いや、我々はもう本当に熱い熱い後押しで、そうですね、今シーズンも俺の勝ち上げで、ね、はい、行きたいと思います。行きましょう。それでは皆さん、ホーム開幕で12番目の選手、皆さんの力が今年も今日も絶対強くなってきます。一緒に戦って最後は笑って終わりましょう。今日も勝ち上げて今日もよろしくお願いします。以上、株式会社松山プレゼンツアルテニーをお届けしました。この後はモスさんです。今大体思ってすごく甘やかしていただいたなっていう。